北九州記念は日本中央競馬会が小倉競馬場の芝1200メートルで施行する中央競馬の重賞競争である。テレビ西日本が寄贈賞を提供しており、正式名称はテレビ西日本賞北九州記念と表記している。聖賞はテレビ西日本賞。1966年に創設された4歳以上の競争馬による重賞競争。 創設当初は小倉競馬場の芝2000メートルで施行されたが、1969年から芝1800メートルに短縮。2006年から芝1200メートルに短縮され、サマースプリントシリーズに指定されるとともに、スプリンターズステークスを目指す前哨戦の一つとしても位置づけられた。2008年の優勝馬3プレスナイトは、その後、スプリンターズステークスでも優勝し、 同年の JRA 賞最優秀短距離馬に輝いている。サマースプリントシリーズに指定されてからは、この競争を制したリトルゲルが、ベルカント、アレスバローズ、レッドアンシェルがシリーズのチャンピオンとなった。外国サ馬は1995年から、地方競馬所属馬は1998年から出走が可能になった。2009年からは国際競争となり、外国馬も、 出走可能になった。負担重量は1972年から1994年、2000年から2005年が別定重量で行われた他はハンデキャップで行われている。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格、サラ系3歳、以上、2020年8月22日以降2021年8月15日まで1回以上、出走場、 未出走馬及び未勝利馬を除く2021年の一着賞金は3900万円で、以下2着1600万円、3着980万円、4着590万円、5着390万円。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。コース種別を記載していない距離は芝コースを表す。各回競争結果の出展。 ありがとうございます。